はい、どうもミヤンマです。今日はですね、あのえげつないクワガタ来てます。相当やばいクワガタ来てる。今日来てるね、お客様がね持ってきてくださったんですよ。やばいです、今回やばい。はい、でね、ちょっとその前にね、あの今日来てくださったお客様をねちょっと紹介します。はい、私のねリアルな知り合いで、あの YouTube でね野球チャンネルを、配信していらっしゃるアナゴズ TV チャンネルのねアナゴさんです。よろしくお願いします。はい、どうもアナゴズ TV のアナゴと申します。私はですね野球の、YouTube の動画を投稿してるんですけれども、今回わけあってですね、以前から、親交のあった宮間ごはんさんの動画に出させていただけるということで、今日はですね私もすごい友人を連れてきてます。私の動画もぜひ見てください。こちらでチャンネル登録できます。では友人の井上くんです。はい、どうも井上です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。今日のねメインディッシュ、採集したノコギリクワガタ、えげつないサイズいるんですよ。この井上さんがですね採集してくださったノコギリクワガタでね、こちらのねアナゴさんのですね、あの後輩さんに当たる方で、私も今日ね初対面なんですけど、はい、いやでもすごい方でですね、全然って言ってますけどね、本当すごいです。いや今日のクワガタ見たらわかると思います、私の言ってること。はい、じゃあそろそろねその噂のクワガタを出していただきましょう。お願いします。はい、インドウエスマジですね、今年のね夏に採集してます。そんなでかい。最終日は8月ですかね。8月の12日ですね。8月12日お盆です。お盆ですよ。見てください。ノコギリクワガタ、ちょっとカメラ、これですね。こっちの方が白のこうですよ、ね、いまいちこう大きさが伝わらないかもしれないんで、ちょっと比較でね、私が撮ってきた、まあそれでもね、まあまあかっこいいノコギリクワガタここにいるんですけど、ちょっと待って、これ台紙形わかります、これなかなか大きいんです。おらららあららダメ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 、このノコギリめっちゃ大事だからね、大きいやつ。はい、見てください、このでかいでかい、見てくあーだだだだだだ、いかん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 、オッケー、これぐらいだったら、うん、そうそうそう、はい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 、傷ついちゃダメだからね。わかります、こんばんは、凶暴やな、やっぱでかいから王者の貫禄やわこれ。確かにでかいな、こっちもねまあまあ大きいんですよ。これ皆さんサイズどんぐらいだと思います？皆さん井上さん、これサイズ言ってもらっていいですか？ですね、一応自己計測の最大値で76.2 です。 76.2 ですよ、すごくないですか？まあ見てる方ね、本当かよって思ってるかもしれないので、ちょっと私ね測ってみますよ。今から測ってみます。そう、ちょっとカメラ置きますね。置きます。よし、ちょっと本当にねそのサイズあるのか測ってみようと思います。はい、アナゴさんと井上さんが見守ってる最中ねやってみます。記録員として俺も見るよ。いやちょっとですね、やっぱ実行計測で ねやっぱそうですね、測り方って人それぞれなんで、とりあえず76に合わせて、これノコギリちょっと失礼します。いやね、私なんかがね触るのもおこがましいサイズなんですよ。これえげつないですよ、めちゃくちゃでかいです。ちょっとね傷つけんようにやる、慎重にやると。とりあえず今76ミリだってるけど、余裕で引っかかってます。わかります、引っかかってます。もうちょっと大きい72、こういうサイズ、あちょっと顎、あ今顎使えた、顎使えた、最大値で、最大値でこのくらいです。見てください、76.2 あります。
えげつなくないですかこれ。相当すごいですよ。これまず取れない、このサイズ。すごいですね。これ、ね、私なんかもうこう触るのもちょっと恐ろしいんですよね。ね、今伏せつとか取れたらマジ。それは動画としては面白いっちゃ面白いけど。ただ僕はもうかけて泣いてます。うん、井上さんから僕は動画撮り終えたら原稿されますからね。多分。ゴーってやられますよ。これマジ本当すごいです。これ皆さん、これ どこで取れたやつですか。ですね、長崎県の壱岐島です。壱岐ね、やっぱ壱岐か。そうですね、やっぱ壱岐だな。ちょっとこいつもちょっと壱岐のギネス今77でしたっけ。77ですね。これ76です。もうね、もうギネス、ギネスに迫る。そうそう、ギネスに迫る大きさ。これ見てください、これマジですごいです。生きてますからね。そしてまだねね、こう生きてる映像を収めるって、これ多分僕の人生でね、これ最初で最後やな。こんなノコギリクワガタにこうやって触れるっていうのがね、本当もう井上さんのおかげで本当に貴重な体験を、貴重な体験させていただきました。はい、ああ、誰だかいかんか、いいです、いいです、歩かせないか、不手伝いのね。はい、井上さんありがとうございました。いいいい、皆さんはね、あの採集を結構がっつりやってらっしゃる方でね、うん、他にもね、顎がでかいな。ダメじゃねえかい、顎でかい。そうですね、このノコギリ特有のあの何ですかね、一回カーブ終えたところのどんだけ伸びるかがやっぱ、うんうん、体調を稼ぐところになってる。あ、なるほどね。特にこれは息の形がしっかり出た、うん、確かに大顎の率です、ね、うんうん、本当や。体調と比べてグーンってもう前にね、そうガッて伸びてますね。これは本当すごい。いや、恐ろしっこですね、本当に。井上さん、これはもう標本域ですか。いや、もうそうですね、標本域ですって。もちろん、まあ命をできるだけちゃんと終えさせようと思ってます、ね、そうですね、もう採集してね、だいぶ時間経ちますもんね。そうですね、うん、井上さんの優しさが伺えますよ、うん、今日ね、だからこそね、こうやって生きてる虫に接することができました。井上さん、生きで何食べます。僕ですか、うん、僕はですね、絶対行くのが、うん、足部港ってあるんですよね。あるあるある。その降りたとこの肉屋が直売、肉屋さんがやってる、マジか、壱岐牛のステーキが。マジか、それ知らんかった。梅島ってとこでしたかね。オレンジの看板がドンって見えるんですよ。マジか、行こう。そこのはもう、マジか、ちょっとほんとに、いやいやいや、その情報ちょっとありがたいな。そうですね、三山さんもよく壱岐の動画を、そうそう、壱岐来年行こうと思ってんでね。いや、僕あの生肉ダメなんで。 あ、そうなんですか。刺身とか、あのあっち行ったらそのなんかなんとか丼、海鮮丼とかあるですか。あれ全く食べれないんで僕。あ、そうなんですね。あの行き島行ったらいつもあのカレーヌードルぐらいしか食べないです。そうですね、だいたいどこのコンビニ行ってるかも、そうそう、わかりますけど。で、一回あまりにもまともなの食いたくて、あの駐在所に行って、美味しいとこありませんかって聞き入ったんですよ。そしたらあのすごい海鮮丼の美味しいとこ勧められて。うん、生がダメだって言って、いやいや、俺生肉食えないんすよって言ったら、仲裁さんに、あんた何しきたったの生島にって言われたんです。あ、まあそうだろうなと思って、確信をついてくる。そうそう、生島来てあの海鮮系食わねえのかいってね。そんな感じなんですよね。だからその情報めっちゃ嬉しいっす。いや、本当に、うん、肉食いてってなりますもんね、生島にね。何泊かしてたら、有名なんですね。めちゃくちゃ有名ですよ、生島。あ、そうなんや。釣り人がいっぱいいますね。釣り人、釣りばっかりやってる。だから釣り人なのに肉を食うってね。そうですね、やっぱな。でもとりあえず美味しいもんがいっぱいあります、ね、いや、自然もすごいし、ね、いいし、こんな食おう。そこで井上さんと会うかもしれませんね。実は会ってるんですよ。そう、さっきね、雑談しててね。めっちゃ面白い。みんなで爆笑してたんですけど。あの、ね、やっぱお金のことも考えたら、あのコンビニの駐車場で車中泊っていうのもまあ
結構あるんですけど、うん、あるですね、去年どうやらね同じ日に同じコンビニの駐車場でお互いまあそこだ知り合いじゃないんで関わってないですけど同じ駐車場で寝てたっていうことが判明したんですよねさっき。いやもう僕も1年前1年以上前から宮山さんの動画やっぱ見させてもらってて、 ありがとうございます。いやこの日行ってたけどこの撮ってるとこあのコンビニじゃねえみたいな、そうそうそう、感じでさっき話してたら僕もそこで寝てたっていう。そう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 、ほんとね、生島のねあの、うん、メインのたまりはね唯一の、ね、うん、もう生島行ったらあのポプラでどうにかするしかないですもんね。僕も拠点ですね。そうそう、そ島の中心内にありますからね、ちょうど、うん、そうです、そうそう、ポプラのくせにそのあ、くせに中継かな。まあ、確かにすごい繁盛してますよね、まあ、ポプラのくせにすごく繁盛してる、かなり、まあ、もうまあ、行く時期がそうなんでしたけどね、うん、大体そう、ね、すごい繁盛してる、まあ、お世話になってますからね本当に。皆さんも行き島に行く際はね、ポプラとそのお肉屋さんぜひご利用してください。はい、お肉屋さん何でしたっけ、梅島ですね、梅島さんですね、うん、梅島さん、皆さんいかがですか、行き島行った時はぜひ行ってみてください、うん、これ紹介でももらえたら嬉しいね、梅島さんからね。ポプラの女多分見てますよ。ポプラのくせになって言ってるから違反通告だっつって荒れますね、ちょっとやべえ。いやそうですよね、あと来年も一緒にね、一緒の車の中で寝ていただいて朝までクワガタの話で盛り上がっていただければいいなと思います。寝れないですよ、それは、ね、本当に撮った答えを見ながらずっとめっちゃ狭い中でね、ぎゅうぎゅうで寝る様をちょっと動画でアップしましょうかね。暑苦しい動画をちょっとやってみますか。再生回数が減らないようにバットが増えそうやな、これバットが指が下向いてる。もうポプラの人もね、動画見て怒ってもう車中泊許してくれないかもしれないですけどね。でも本当なんかあっちの人ってたまたまかもしれないですけど、みんないい人多くてですね。そうですね、うん、旅館向こうもよくしてくれる、ね、そうそうそう、いい方が多いっす、うん、生き島はね、いい人しかいない、うん、ですよね、井上さん。行って最後はおじいちゃんおばあちゃんに移住を勧められます。なぜか僕はいつも畑とかで会うとです、うちの娘と結婚せんかとか言われる。そこまでは、ね、いやもう魚もタダで手に入るよみたいな感じで移住を勧められます。でも最終人としては移住もありっすね。移住もありです。本当に起きたら取れるもんすぐね。そうもうそんな目の前いるから、いつか夢ですよね、そういう日がということでですね。まあ来年は私と井上さんと穴子さんで車中泊ちょっと頑張ってみます。お届けします。乗ってきた。え、僕もって言うかと思ったら乗ってきました。はい、ということで、ね、今回はね、恐ろしいノコギリクワガタを持ってきてくださった76ミリですよ、76.2、ね、すごいクワガタの紹介でした。井上さんありがとうございました。いえいえ、こちらこそ、はい、ありがとうございました。まあ、井上さんを連れてきてくださった穴子さんもありがとうございました。ありがとうございました。はい、待ってまーす。待ってます。穴子さんのね、穴子ズ TV チャンネル、あの野球興味ある方はね、ぜひチェック&登録をよろしくお願いします。お願いします。はい、ということで今回は動画は以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。ほんまに痛いの？とか言って、いやいやいや、あーっつって。どれぐらいの痛さなんですか、本当に。まあサイズによりけですけど、とりあえず平田は嫌っすね。まず挟まれたくない。ちっちゃいのでも、ちっちゃいのでも、しつこいですからね。ずーっと挟むじゃないですか。ずーっと、ずーっと挟むでしょ。木の上に置いとくか。そう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 。水かけても効かんときあるんですもんね。水ね、あのもっと詰め、そうそう、あのいい手段って聞くけど、実際やってみたらあのより挟むだけですよね。よりキュッてなって、そう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 、なるんですね。だから木の上が一番いいと思うんですね。しかも平田ってこうグーッて挟むじゃないですか。これで一時したら挟み使えたのかちょっと緩めるんですよ。そうそうそう、今と思った時これで、あ、今のうち外そうかなと思ったらちょっと触ったらまたギューッてなるんですよ。ギュー
ファンギューッとファンが続くんですよ。マジか。なんかそのインターバルがめっちゃ怖いんですよ。そのそう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 、こうファーって抜いてくれて、そうそうそう、あーっていけそうかなって思った時にまたグーッてやるから、そのできるならずっと挟んどけ。そうそう何回も恐怖の波が来るんですよ。あ、そうなんですか。だけ平田はやばいです。そうそう何の話やって素人ですからね。素人が俺あかん、やっぱ野球やってるから大事やんって。そうですね、シャレなんだ。チンコ行こう。いや、チンコまだ子孫残してないんです皆さん、ちょっと他の最終答えをちょっと見せてください。あ、そうしましょうか、うん、これはどの、あ、うまいことパッて切ってまた同じ流れみたいな感じで。そうそうそう、もうなんかな、さっきの流れの中の一部みたいな感じで持ってくるんで、全然いいです。すごいな。なんか一応なんか話の流れでちょっとでもネタになるかなと思ったんですけど、こっちがなんか、うん、まあ平田もえげつね、でかっ。いやいや、そんなないです。多分宮間さんが撮ってるのが全然でかいです。そう、息で撮ってる。僕70届いてないです。うん、これ多分本土寄りなんですよね。なんか確かに、もうここも池の平田です。僕の中でそれが多分本土寄りの、うんうん、でこっちが多分ちょっと生き平田らしさ。あー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 、どう違うの。細、なんか細身で。なるほどなるほど。なんかどう、角度でちょっと見にくいと思うんですけど、長いね。そうですそうです。カメラ的にちょっと厳しいかな。そうですね、ちょっと伝わりにくいかもしれないですけど、伝わりにくい、ちょっとカメラ越しじゃあれなんですけど、多分実際見ると、うん、こっちあのまっすぐで長いですね。そうそうそう、うん、でこっちがちょっと、なるほどなるほど、本土平田に近い。うーん、そっちは確かに丸いですよね。そうそうそう、丸みがありますよね。そしてね、顎に。そうそうそう、だから本土と対馬のやっぱ中間に位置するから、やっぱこういうばらつきが大きいのかなとか僕は撮ってて、やっぱいつも息にいたら思いますね。なるほど、なるほど。こういう個体差がこう見たら分かんない、うん、やっぱちょっとカメラ越しじゃ難しいと思うんですけど。あ、でもこれ分かる。本当ですか。あ、このアングルはよく分かる。右の方がね、明らかに長い。そうですね、うん、体格がはそんなに変わらないんですよ。そうそう、体格はほぼ一緒です、ね、ほぼ一緒です。はあ。こっちが多分69ミリぐらいで、こっちは67ぐらいです ね、うん、ね、2ミリぐらいね、こうやって違うっていうね。顎で多分だいぶ面白いね。まあ、ギネス取るとしたらこっちタイプですね。間違いなくこっちですね、うん、こっちと。面白い ね、化け物個体がどっちのタイプかっつうのもね。そうです、ギネスに迫るあのサイズやったらすごい重要ですね、これは。そうなんですよ、ね、おもろいな。ノコもね、まあ言ってしまえば、そうですね、顎の長さ違いますからね、個体で。本当にタイプが違うっていうのが面白いです。息も長くスラッと伸びて体長を稼ぐ。あ、なるほどね。やっぱですね、タイプは分かれますよね。うん、息はね、本当面白い。本当に。